エビス王山から見る上野国町北部の海岸線。奥は、江差市町上野国町中心部周辺の空中写真。1976年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。上野国町は、北海道南西部、檜山振興局管内最南端にある町。 檜山郡に属する。日本海に望む農漁業,業の町である。お島半島の南西部、正木半島の付け根部分を占める。西は、日本海に面しており、北には、檜山振興局所在地の餌市町が隣接する。東と南は、大宣言だけをはじめとする正木半島の石稜をなす、山々によって、都島総合振興局管内の各町と、隔てられている。 木子内町との境にあるトンガリ岳に源を発する天の川が北西に流れ中心市街のある長北部の海岸で日本海に注いでいる。これに沿うように JR 江差支線が通っていた。天の川沿いに農業を海岸沿いに漁業を主とする集落が点在している。天の川キララトンネルがある。中心市街から西に約3キロメートル行くと 海に、やや突き出す形で、エビス王山がそびえる。中世に、松前市の祖が、勝山間を築いた地で、当時の墳墓群もある。山頂からは、日本海と上の国市街を一望できる。周辺は、野草の宝庫で、日山道立自然公園の一部ともなっている。気候は沿岸を流れる津島海流による影響が、大きく、北海道の中では、 非常に温暖で積雪が少ないが、雨は多い。一年を通じて、風が強く、小規模ながら、風力発電も行われている。上野国は、北海道で最も早い時期に和人が定住した地で、あるとされる。1189年、源頼朝が、欧州の藤原氏を攻めた際に、ぬかのぶや津軽の人々が、上野国付近まで逃れたという。 鎌倉時代以降、江戸地は安藤氏の管轄とされたが、本格的に江戸地の支配に乗り出したのは十五世紀初頭、お島半島各地に取り出を築いて以降のことである。この取り出は、館と呼ばれ、この時期築かれた十二余りの館は、道南十二館と総称されている。この時函館の周辺は、下の国、上の国や江差市の周辺は、上の国と称された。これが、 町名の由来である。この頃の上野国は、正木や函館と共に、江戸地を代表する港であり、十二館の一つとして、作られた花沢館は、上野国地域の中心拠点として機能した。1456年には古社前に率いるアイヌ人の放棄があり、和人の諸館が次々に陥落したが、花沢館主、柿崎木重の拡張であった。 武田信弘が指揮する軍が古社満イを打ち取り、これを平定した。信弘はこれを機に、柿崎家を継ぐこととなる。信弘は、花沢間の近傍に、勝山間須崎間を築き、上野国は、柿崎市による、江戸地支配の拠点となった。1514年、二代の光弘は、正木に本拠を移したが、勝山間に城代を置いた。その後も上野国は、 檜山地域の政治、経済、軍事の中心であったが、江戸時代に入った1678年、江差市に檜山番所が作られると、拠点機能も江差市へと移り、上野国の役割は次第に小さくなっていった。上野国町中心部2000年国勢調査によれば、上野国町の産業別就業人口割合は、第一次、産業14.0%、第二次。 産業42.2%、第3次、産業43.8%であり、第1次産業の割合が、比較的高い。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。函館空港が資金。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、 北海道旅客鉄道北海道新幹線及び道南伊佐りび鉄道道南伊佐りび鉄道線、木古内駅。廃止された鉄道路線以前は北海道旅客鉄道江差支線があり、道線内に新名駅、湯野台駅、宮古市駅、桂岡駅、中須田駅及び上野国駅が設置されていたが、 これらの駅を含む木古内駅江差し駅間が2014年5月12日に廃止され、残りの区間も2016年3月26日に道南イサリビ鉄道へ移管された。湯の体温泉重要文化財重要文化財、登録有形文化財史跡その他神社寺院昭和を駆け抜けた、中外工業上国工業省総務省統計局統計調査部国政統計課 平成27年国勢調査小地域集計例1、北海道、年齢、男女別人口、総年齢及び、平均年齢、町長、あざと、総務省。 https://www.e-stat.go.jp:/stat-search:/files:/data, f i l e ー d 0 0 0 0 7 8 4 1 0 1 9 and, count="2017 年5月20日閲覧。上長区分地の一部に0人の地域がある場合でも、 他の同一区分地で人口がある場合は除いた。檜山県九輪、林。北海道大学北方生物圏。フィールド科学センター森林研ステーション。2020年10月17日閲覧。河野哲也。北海道の森林鉄道。植民軌道。鉄道ピクトリアルナン、no. バー733上野。国やわ宮、町指定有形文化財上野国やわ宮本殿。 大崎稲荷神社、砂勘神社、滝沢神社、川瀬素神社、八幡田神社、重要文化財上告寺本堂、上告寺はしり茶四方城記。ありがとうございます。